。このペットボトル温灸というのはこの冬になると、まあ、よく見かけるかと思うんですが、ボトルでお灸をする方法です。誰が行っても簡単にできるようにしてあります。引っ掛けの際のペットボトル音響です、はい、じゃあちょっとやるよ。